やから西武球場園ないんやけど。西武球場過酷ってほんまな。緑が多くて飯がうまい。よさげやな。近くにスキー場あるで。駅から徒歩2分の好立地やぞ。ワイら観客は虫。夏の暑さ、冬の寒さだけ乗り越えればなんとでもなる選手は100段高の階段を降りてロッカールームに行くから大変らしいで。最近エスカレーターなったらしいぞ。パリーグ全部行ったけど西武ドームが一番マシやで、駅から近いし。可愛いから許せる。一番都会なのはヤクルト。ヤクルトの選手って仁和神宮周辺の新宿、渋谷、港区あたりに住んでるんか。多分松田。目黒は芸能人ばっからしいし、そこちゃ。東京ドームと大阪ドームやろ、さすがに。西武は空港まで行くのが面倒やな。羽田は遠い。茨城空港もっと遠いんですけど。所要時間変わらんやろ。西武はマジでちゃんとしたドーム作っていれば普通に良い環境だわ。球場最寄り駅の数も賃貸料金別、マンエンベルドダントツでビリやな。関東なのに。関西安くて草。仙台高くね。あそこ地味やけど近くに次第あるからな。空中心部やし。京セラは大阪の中心部じゃないのか。大正は別に中心部ではないやろ。環状線のあたって中心部やないのか。西九条、天王寺以外は微妙やで。関西のことあんま知らんけど、京セラは割と中心部からは離れてないか。改めて地図見たらなんか思ったより西側にあったわ。大阪って思ったより安いんやな。基準わからんけど甲子園はわかるわ。そこ阪神電車使いやすいとこちゃうと移動しにくいしな。一応基準駅は最寄りやけどこんな感じや。神宮は外苑前より信濃町の方に向かう客多いイメージあるな。神宮は国立競技場か信濃町じゃね。か、外苑前。北国は壁厚いから高いやで。というか関西安いのは知ってたけど、京セラ付近もこんなもんで、横浜も6万くらいかよ。東京だけぶっ壊れてんな。23区内で 1LDK とか15万平気で行くからな。よっぽど古いものや木造じゃない限り。大阪の中心は梅田やろ。まあワンルーム料金やから安アパートや貧民窟みたいなのがあったら相場下がるってのはあるで。横浜も石油地域の裏側は家賃くっそ安いボロ屋あるからな。横浜よりは川崎の方が栄えてる。梅田にしろ難波にしろ、そこで働くのに住む場所で対象を選ぶ人はそうおらんやろな。大阪市内より北節やっけ。特に府外から来た人は。東京ドームと神宮が都会のど真ん中すぎだな。特に東京ドームは一等地がもったいないから築地移転しろって言われてるし。